実はカードマジックに精通しており、俳優や歌手、小説家などの顔を持つ荒木一郎さん。かつては新人男優賞や日本レコード大賞、新人賞なども受賞したことのある荒木さんですが、実は25歳の時に強制わいせつ致傷で逮捕されたことがあるのです。荒木一郎さんが逮捕されたのは1969年2月7日のことでした。1月27日に知人から女優になりたいという東京都町田市に住むの17歳の女子高生を紹介された荒木さん。港区六本木の喫茶店で女子高生に会い、今から映画制作担当者に会って素質をテストしてもらうと同行していた母親を介して女子高生を麻布十番のマンションに連れ込みました。マンションに連れ込んで荒木さんは、女優の素質があるかテストすると言いながら女子高生にわいせつな行為や打撲傷を負わせた疑いで逮捕されたのです。調べに対し、喫茶店で女子高生に会ったがその後のことは覚えがないと答え、交流中は薄暗い留置場の中でも黒いサングラスかけて否認していた荒木さん。しかし医師の診断書に左頸部、左肩、両大腿部に5日間の打撲傷とあったことから、逮捕後ほどなくして全面自供しました。荒木さんを取り調べた町田署の田代次長によると、女子高生は演技指導と称してあんまり変なことをするので逃げ出したのだと言います。荒木さんは2月28日に釈放されましたが、女子高生荒木さん双方の言い分が食い違い、ようやく正式に示談、不起訴が決まったのは4月2日のことでした。その間の荒木さんに対するマスコミのバッシングは凄まじく、紙面にハレンチ歌手、身から出たサビなどという文字が踊ったのです。この事件を受けて荒木さんは3年間の謹慎となりました。また映画アイドから降ろされ、テレビの歌番組からも追放されたことで仕事が激減。さらに妻の榊ひろみさんから離婚を突きつけられ、1歳3ヶ月の長男を連れて家を出てしまったのです。妻の榊ひろみさんとは NHK ドラマの共演をきっかけに周囲の反対を押し切って結婚したのですが、事件から半年後の1969年8月に置き手紙を残して戻ってくることはありませんでした。またこのバッシングは文学座の看板女優である母親の荒木美智子さんにも向けられます。荒木さんがこのような事件を起こしたのは息子を溺愛し甘やかして育てた母親が原因と書き立てられたからです。ちなみにこの事件は2016年8月23日に起きた高畑裕太さんが起こした強姦致傷事件と比較されることがあります。この事件でも母親の高畑敦子さんが息子を甘やかしていたからではないかと言われました。さて話は1969年の荒木さんの事件に戻ります。映画カバン組から干され妻子まで出て行った荒木さんですが、そんな状況下でも活動を続けており、事件から2年後の1971年頃からようやく復活を遂げることができました。また1977年は当時30歳のクラブ歌手の女性からレッスン中に性的ないたずらを受けたと東京地裁に提訴され、180万円の損害賠償を請求されたことがあります。荒木さんは当初非を認めて謝罪していましたが、後にこの女性と婚約者を警視庁北沢警察署に告訴し、2人が暴力行為容疑で逮捕される事態に発展しました。荒木一郎さんは今現在も歌手などで活動されています。2016年にデビュー50周年となりました。その年の10月3日には渋谷文化村オーチャードホールで
デビュー50周年記念プレミアムコンサート、荒木一郎空に星があるようにが開催されました。14年ぶりのホールコンサートでした。ファンにはたまらなかったでしょうね。宇崎竜童さんと中村雅俊さんがゲストとして参加されました。ゲストもまたいいですね。それと NHK の第48回思い出のメロディー歌で泣いて歌で笑ったゴールデンヒットパレードにも出演、総合司会は金ちゃんこと萩本欽一さんでした。ある程度の年齢になられている方にはたまらない番組ですね。今年2020年12月16日には新進気鋭のシンガーソングライターであるリトルブラックドレスが荒木一郎さんの名曲妖精の死魚カバーすることがニュースになっています。以上のように歌手として現在もニュースなどに名前が出てくるなど、いろいろと話題になることもあるようです。2021年はどうなるんでしょう。ここで荒木一郎さんのプロフィールを紹介しておきます。経歴についてはとんでもなく詳しくウィキに記載されているので、ここでは省略します。細かいことまで知りたい方はそちらを参考にしてくださいね。職業というか肩書きには以下のものがあります。俳優、歌手、作曲家、音楽プロデューサー、実業家、小説家、マジック評論家、カードマジック研究家。この中で気になるのはマジック評論家とカードマジック研究家だと思います。そんな活動もされているんです。マジック評論家ではマジックサークル、プリニャラモードマジッククラブの会長を務められています。ホームページがあるので気になる方は訪問してみてくださいね。本も出版されているんです。荒木一郎さんの今現在の最新情報を知りたいなら、荒木一郎ファンクラブというサイトがあるので、そちらをチェックするといいです。デビュー50周年記念映画特集、荒木一郎の世界がシネマベーラ渋谷でありますし、デビュー50周年記念出版、荒木一郎の世界というものもあります。上に書いたもの以外にもまだまだあります。ファンとしては嬉しい限りですね。それとアムウェイとの関係も有名ですね。長年の間、広告塔みたいなこともされています。荒木一郎さんは結婚も離婚も二度経験されているようです。二度目の結婚については、情報がなくよくわかりませんでしたが、一度目の結婚で妻になったのが、元女優の榊ひろみさんです。結婚後に芸能界を引退されましたが、荒木一郎さんのスキャンダル事件があった後に、離婚され芸能界に復帰されました。後に、出版社の社長さんと再婚されました。子供は息子さんがいます。名前は太郎さんです。太郎さんが1歳の時に、元妻の榊ひろみさんは家を出て行っています。その後、息子の太郎さんは、早稲田大学理工学術院を卒業された後に、三菱電機に入社されました。現在活動はしていませんが、荒木一郎さんが過去に出演した映画や音楽 CD などが再発売されるなどの状況です。また、昔を振り返るような特番などには時折出演し、元気な姿を見せてくれています。さて、結婚しているのかということについては、女優の榊ひろみさんと結婚していましたが、芸能界デビューを餌に女子高生への強姦未遂事件を荒木一郎さんが起こし、これを原因に離婚し、現在は独身となっています。確か、荒木一郎さんはライブ活動を、自身のアーティスト活動50周年ということもあり、ライブ活動をされていました。今年もライブ活動の予定があるようで、やはり昔のファンの人がいるみたいですね。続いては荒木一郎さんの楽曲、愛しのマックス。
君に捧げるほろ苦いブルースについて書いていきます。愛しのマックスは芸能界デビュー2年目、自分で歌うために作った曲ではなく、当時一緒に活動していた若手のミュージシャンのために作ったものです。ところがディレクターがそれを知り、荒木一郎さんにこの曲を歌うように土下座し、この歌は人に送ったものだから歌わないと拒否したものの、あまりの熱意に説得されて仕方なく歌うことになったようです。またマックスとは飼っていた犬の名前から取ったものです。また当時は誰も使っていなかったテープエコーというものを使っており、当時はビクターレコードに放置されていたもので、荒木一郎さんがこの曲で初めて使ったものです。また当時アレンジャーの技量不足で、この曲は単語アレンジになってしまい納得いくものができず、一度そのアレンジでレコーディングをし、その後バンドだけを残して荒木一郎さんが再アレンジを施し完成したのが愛しのマックスが完成したようです。この曲で紅白歌合戦にも出場し、歌手としての足場も固めていくきっかけとなった楽曲です。続いては君に捧げるほろ苦いブルースについてです。この曲は1975年にリリースされました。またこの曲はアリスの楽曲帰らざる日々の歌詞と酷似しており、盗作されたのではないかという疑惑が持たれています。作者の谷村新司さんは影響を受けてしまったという、ミュージシャン独特の言い回しで煙に巻いていますが、おそらくパクられたということで良いのかもしれません。洋楽のアーティストからパクるというのはよくある話ですけど、同じ日本人からパクるのはいかがなものかと思いますね。この曲は愛しのマックスとは違い物静かな楽曲です。俳優もミュージシャンもこなしたという、マルチな才能を持った人いうことは分かりましたが、掘り下げていくともっとたくさんエピソードがありそうな予感がありますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。